モデルプレスが世界を舞台に活躍するアーティストが NHK に集結する新たな音楽番組 NHK ミュージックエキスポ20239月14日22時から22時45分 NHK 総合 NHK ワールドプレミアムの収録現場に潜入ここでは8月18日に行われた収録の現場レポートをお届けする n h k ミュージックエキスポ2023全体レポート n h k ミュージックエキスポ第1回は2023年の音楽シーンでグローバルな活躍を続けているアーティストたちが登場ダンスボーカルパフォーマンスユニット新しい学校のリーダーズ13人組ボーイズグループセブンティーンセブンティーングローバルグループエンハイプンエンハイプン 日本初のグローバルグループチーム、エンティーム、韓国の5人組グループニュージーンズ、ニュージーンズ、ジャニーズの新鋭トラビスジャパン、3人組バンドミセス、グリーンアップル、音楽ユニット用遊びの8組が、2つのステージを自在に動きながらトークやパフォーマンスを披露した。また、MC は南海キャンディーズ山里亮太が務めた。 各組のアーティストたちはステージ広報から登場し、NHK のスタジオに駆けつけた大勢の観客からは歓声が止まず。オープニングでは全出演者が集結し、ミセス、グリーンアップルのお森りもときは、これはもうセレモニーですね、やばいですね、と興奮。セブンティーンのジャンハーン、ジョンハンは、セブンティーンらしいステージをお見せして、 観客の皆さんと一緒に最後まで盛り上がりたいと思います、と意気込んでいた。トップバッターを飾ったのはニュージーンズ。ステージにはニュージーンズの大ファンだというヨアソビが登場しお互いの魅力を語った。そんな日本でも人気を集めるニュージーンズは NHK のスタジオで初めてパフォーマンス。最新 EP、Get Up から ETA を可愛らしく披露していた。二組目は雰囲気をガラリと変えたミセス。グリーンアップルのステージ、大森の伸びやかな歌声とポップなバンドサウンドが心地よいダンスホールでタイトル通り客席を踊らせていた。続いて三組目には新しい学校のリーダーズがアクロバットな振り付けの魔人間を迫力あるパフォーマンスで披露した。 エンハイプンからトラビスジャパンチームスペシャルコラボへ熱いステージ続く。ひとたび訪れた静寂の中、シリアスな BGM に合わせて登場した4組目はエンハイプン。登場するヤイナや、メンバーの名前や曲中の掛け声を叫ぶファンの熱狂に応えるかのように、バイトミーで情熱的かつセクシーに魅了。パフォーマンス後も客席の近くまで行き、 ファンと交流するなど会場を盛り上げた。そして、まだまだ熱狂ぶりは止まらない。トラビスジャパンとチームがステージ上に現れ、スペシャルダンスコラボレーションへ。チームがファイアーワークで大きな花火を打ち上げるように会場をさらに熱くさせると、トラビスジャパンとともに16人全員で、ダンスクルーガンミのソタが振り付けしたというこの日のためだけのパフォーマンスで会場を圧倒した。 その後も、トラビスジャパンが最新曲、キャンディーキスで視線を釘付けけに。大トリを務めたのは、セブンティーン8月23日にリリースした初の日本ベストアルバム、セブンティーンジャパンベストアルバムオールウェイズユアーズより、日本オリジナル楽曲の一つ、今、明日世界が終わってもを披露し、会場を明るく、そして優しく包み込んだ。 n h k ミュージックエキスポ2023企画経緯一番残ったシーンはさらに、モデルプレスは同番組のプロデューサーを務めた加藤秀明氏にインタビュー。n h k ミュージックエキスポ2023を企画した経緯として、去年、紅白歌合戦の制作統括を担当し、コロナが収束しつつある中、次々と作品を発表し、 来日してアリーナやドームでライブを行う K-POP アーティストたちにグローバルな勢いを強く感じました。一方 J-POP でも夜遊びのアイドルや新しい学校のリーダーズの海外でのヒットそしてトラビスジャパンというアメリカで研鑽を積んだグループの誕生など世界を意識した日本のアーティストも増え続けています。 と世界を強く意識した若手アーティストのショーケースを NHK でも制作し、たかったのだという。大勢の観客で盛り上がった収録を終え、一番印象に残ったシーンを尋ねると、NHK 初出演となったニュージーンズのシーンはスタジオで大いに盛り上がりました。ニュージーンズは7月に新曲を発表し、メイビルボードで1位を獲得。 8月にシカゴで開催された音楽フェスでも圧倒的な支持を集め、まさに今世界を席巻しているニュージーンズの出演をこのタイミングで実現できたのはとても大きかったと思いますと、勢いに乗る同グループの出演が叶ったことに喜びを滲ませていた。NHK ミュージックエキスポ2023加藤秀明プロデューサーインタビュー n h k ミュージックエキスポ o 2023を企画された経緯を教えてください。去年、紅白歌合戦の制作統括を担当し、コロナが収束しつつある中、次々と作品を発表し、来日してアリーナやドームでライブを行う K-POP アーティストたちにグローバルな勢いを強く感じました。一方 J-POP でも夜遊びのアイドル。 いや、新しい学校のリーダーズの海外でのヒットそしてトラビスジャパンというアメリカで研鑽を積んだグループの誕生など世界を意識した日本のアーティストも増え続けています。そんな世界を意識して活躍している若手アーティストのショーケース番組を NHK で制作したいと思い作ったのがミュージックエキスポ2023です。 今回の番組では日韓のアーティストが集結しています。キャスティングをされる上で意識したことはございますか日韓という軸は特に意識しませんでした。世界を舞台に活躍し、日本で特に大きな支持を集めているアーティストをキャスティングしました。収録は観客の方も入っての収録で大変盛り上がっていました。終えてみて印象に残ったシーンや、 想像していた以上の盛り上がりを得られたといったシーンがありましたら教えてください。NHK 初出演となったニュージーンズのシーンはスタジオで大いに盛り上がりました。ニュージーンズは7月に新曲を発表し、メイビルボードで1位を獲得。8月にシカゴで開催された音楽フェスでも圧倒的な支持を集め。 まさに今世界を席巻しているニュージーンズの出演をこのタイミングで実現できたのはとても大きかったと思います。今後、第2弾、第3弾と続いていく可能性はございますか第2弾、第3弾については放送後の反響を見ながら検討したいと思います。放送を楽しみにしている視聴者の皆さんに番組の見どころを教えてください。2023年の 音楽シーンで大きな支持を集めているニュージーンズやよ遊びそしてセブンティーンなどとにかく豪華なアーティストが一堂に開始一夜限りのスペシャルパフォーマンスやトークを見せてくれます。放送はもちろん NHK プラスそして NHK ミュージックの YouTube チャンネルなど様々なプラットフォームで NHK ミュージックエキスポ2023を楽しんでいただければと思います。